今日はフレンドさんが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人いるということで、フレンド部屋を建てて皆さんで遊んでいきましょう。遊んでいきましょうか。はい、おーと、はい、イエイイエイ。さあタルシパズドラ終わりにして。もう終わりましたもんね。ちゃんと消してる。ちゃんと消してる。とりあえず個人戦をね。個人戦ね。はい。はい。オッケー。いるのは。ソーラさん、クミさん、アッキーラ、アイクさん、ヨッピーさん、タルさん、そしてアッキーラさんのフレンドのシムさんとニヒルさん、総勢9名でお送りします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。さあ頑張っていこうか。政治選択政治選択政治選択。よし、ニヒルさんがお上手だって。ニヒルさんね、すごくお上手。レート いくつ？レートが多分俺より上なんだ。あと俺とね、まだ2000いってないですよ。2000いってない。まあ2000とかって2000とかっていう数字がすごいっすね。すごいです。俺2000いきました。は？そうなの？今日の夕方。そうなの？ちょっとアイクさんと一緒にやって。なんだ、ホモなの？それ二人は。何が？何がいつも二人でいるから。仲がいい。よし頑張っていこう。よし頑張っていこう。頑張っていこう。ここだ。いけ。今日はバイクに挑戦。あ、今日バイク使ってんだ。そう。すごいやりづらい。うし。やりづらい。ちょっと待って。こんなに外側に滑んのバイクって。いや、バイクだけに相当曲がるってこと？あるね。ちょっとだけにってどれに引っかかってた今。今ハテナしか出なかった。やっと。緑コーラぶつかった。うわ、なんだこれ、なんだこれ、こんなに外側に引っ張られるんだこれ。相当曲がるってことだね。そんなんか言うんだよそれ。あ、バッチリ消えた。すげえ外側に引っ張られるこれ。誰か赤3連ちゃん持ってる？ホッピーさん、うん、緑の3連ちゃん、緑の3連ちゃんか。あ、ダメだ。あれ、あれ後ろにフラグくれる。あ、ミスった。あ、最悪だ、これ。あ、すみません。緑コーラが刺す。はい、緑コーラー。あ、くそ。よし、緑コーラいった。誰？いよ。8位。後ろタルがいる。パズドラなんかにうつつを抜かしているからだな。落ちた？ゴーゴー。危なっ。なんかパックが食べちゃった。痛いんですけど。あ、ナイスタイミング。よっ、あ、落ちた。よっ、キラキ。いやー、そう、すげー外側に引っ張られるこのバイク。グイーンって。大回りなんじゃないこれ。あ、その分先にドリフトすればいいのか。あー、なるほど。キラー、すごいタルキラー。あ、ここ止まるか。モモンガカイト。モモンガとムササビって何が違うの？わかんない。いった。そう、わ、スダボルトだ。あ、スダボルト。あんな禁止なはずだろう、あれ。エニマルコルダーですね。よっしゃ、ヒット。ちょっとタルシ、しれっとそのスリップストリームに入るのやめて。そしてその手を真後ろ、私が今しっかりだわ。え、アイクさん、確かそんな前にいるのか、みんな。あ、はい。クミさん痛いんですけど。なんだ、俺スター使ったのに。すいません。逃げろ。早くしてやろうと思って。くそー。言われちゃった。効果。効果。うわ、マジか。効果。その瞬間で変わるか。よ、よ。そう。あれ、周りに誰もいないから寂しいんだけど。わあ。あ、スターだから効かなかった今の。やばい、負けたくない、これは。なんかいいか。よっしゃ、アッキラ見えてきた。落とし物があった。もう最悪や。うわー、踏みつぶされた。はい。最悪。シムさんに前は行かせない。よし。あー、コーラとか、そんな、キノコ最初も、あー、持ってなかった。最後の最後。7位。どっちだったかな。やばい、上位陣に食い込めない。うん。どまいどまい。いません。大丈夫って。どまい
それにしてもアッキーラの黄金のハンドルマークかっこいいな。イエーイ頑張ってますよ、ね、ハンドル使用率が 50% 以上だとそれがつくらしい。あ、50%わかんないけど、なんかそんなことが書いてあった。で、なんか結構勝率がいいとつくんだって。なるほど。悔しいって言ってます、ソーラさんが。うまいうまい。オッケー。ちょっともうバイク嫌になっちゃったな、1試合で。早いな。すげえ外側に引っ張る。変えてこい。これ途中で変えれないんだよね。変えれない。変えれない。うん。そこが。もう一回変えれたら楽しいのにね。そうだね。うんうん、そうね。なんでクミさん苦手ステージ選ぶの？ストイックだな。じゃあじゃあクミさん、俺の苦手ステージを選んだ。どれ？ハイウェイ？あたら5選ぶんだってこと？ハイウェイ苦手。ハイウェイ。ハイウェイ苦手なんだ。困らせたい。小学生か。よっしゃ、行こうか。最高。先頭だ。あ、シムさんもニヒルさんもどんどん喋っていってください。なん、はい、なんて何よ。なんか謎の鳴き声を上げてます。シムさんはすごい凄な方で、酔っ払うとすごい喋るんだけど。そうなんだ。だから知らんくらしくて。そうですね。酔っ払うと喋るんですけどね。ソーラと同じタイプだ。ドーピングすればいい。ドーピング。赤コーラ、俺か。違うか。あーやべ、事故った。クミさん近づけねえよ、それクミマジで今本当にどんだけ性格悪いんだよ。あ、一気に咲いてた。体当たり軽量系が、この軽量系不正が、軽量系が。どこだった、ごめん。いいよ。うん、いや、ちょっと、いや、でも来い。クミさんがなんかすげえ痛い武装してるわ。そういこれは壁走り安定。あー、やっぱこう壁がいいんだ。邪魔だ邪魔だ邪魔邪魔だ。いや、体当たりされる。あはははは迫りくる。怖かった今、欲張りセット出てたし。危なっ。いてっ。やばい、漏れなくビリじゃないか。だからこのステージ嫌いなんだよ。はい。あとマウス。これ8位だ。いかない。いかだ。いかだ。いかなんていかが。理解してる？シーン。おかしいんだよな。クミさん。今前ブームなんだけど。全然ここだめ。マジでここだめ。前ブームなんだけどな。うっそー。決まった。1位に踊り出た。うわー。赤コーラ。タルタルタルすげえ、バスの上走ってった。すげえかっこいい。アクロバティックよよあれだな、アイクさんがなんかバナナ構えてるかすげえ怖い。ここすんごい暇だな、これ周りに人がいないと。怖いわ、あのバナナ。キンキの来た。こんなバナナだもん。あれキンキの来た。よし、5位まで踊り出た。お、早い。なんかもうなんかすごい赤コーラ5連とか落ちる判定なの。ゲッソー。ガードレールの外出ちゃったら落ちる判定だ。落ちる判定。そうなんだ。まず出れるとは。あくみさんに抜かれた。また前が見えない。あきさん抜かれた。いや、もうまた8位に戻っちゃった。くみさん待って、手がいいのか。待ってくみさん。ヘイオーがスリップストリームに入ろうとしてる後ろ。食べるんだ。危ない。ゴールしたところ良かった。良かった。やった。ああ。エモさん。ここマジ苦手。エモさんどうしたんですか。ああ。嬉しい。すごいで嬉しい。クミさんのバナナ食らってから調子狂ったな今。バナナか。最初やな。最初。このステージで暇じゃない？え？なんか道幅が広くてただ普通に走ってる時間多くない？ああそういうことか。急なカーブがないですよね。ないよね。そのドリフトのタイミングが難しい。うん。もさんのために。何？ありがとうクッパキャッスル。来たクッパキャッスルか。不敗神話。急なカーブの方が難しいや。クミさんがマジで邪魔するんだよなクッパキャッスル。キャッスルが2つ。クッパキャッスル2つありがとうございます。確率がアップしたほら。さあどこだ。おおおおおわ。
ここ得意っていうか、なんか気持ちいい。気持ちいい。そう、好き。ただ好き。どういうとこだっけ？ただ好き。あの、でんでんでんでびょん。あ、さっきのとこね。そう。よし。よっしゃ。すごく落ちるんだよね。落ち込まないで。落ち着いこう。何なのそれ。何なの。調子が狂わないし、もう失敗したし。スタートダッシュ失敗したし。メンタルにダメじゃない。そう、メンタルに来るんだよな、それ。精神攻撃。いきなりフィジカルで負けた。わ、いっぺさん立ち上がるかな。一回投げればいいんだ。緑コーラ2つ。うわ、アイクさん。痛い。コイン、コイン0枚になっちゃった。うまおー、やべ、した絶好調。これも真ん中のこれに触れないのは素人。触れなかった。あ、じゃあ素人だわ。弾いた、弾かれた。パックン、パックンは L1 連打で早いってリスナーさんからのコメントが来ております。何、そうだったわ。すげえ、めっちゃパクパクしてる。怖い、引っ越れます。これ知らなかった。赤コーラ絶対食らう。ほらもう、でんて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 ん、危ない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 。今から赤コーラ3つ飛んできます。ちょっと待ってください。あ、鳥ちゃん、はい、鳥ちゃん、まず1回そして2回。来ないで、来ないで、来ないで。みんなやめて。まだ2周目だからね。まだ何が起こるかわかんない。そう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 、勝負は、勝負は9回裏2アウトから。近畿の、危ない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 、近畿の。行け。スターがトモさんの後ろから2匹来てます。マジ2匹引き、単位引きなんだ。あ、追いつけないな。早いな、みんな早い。イカだ、イカ。や、青コーラ、タルが引かれた。無関係な5位のタルが引かれていった。あ、落ちた。どんまい、落ち込まないで。分かったよ。調子狂うんだよ、それ。いや、それは振りなのかなと思って。振りじゃないです。振りじゃないの。振りじゃないです。あら、やられちゃった。タルさんに突き飛ばされた。あはー、ショートカット失敗。バイク難しいよ、これ。あー、俺も一回やったけど難しかった。カートのがいいな。なんでみんな前行くの。やばい、もっと持って。固まってるね。おーっと、キノコ持ってる人にぶつかると速くなるらしい。そうですよ。知らなかった。うわー、素人。あ、ま、キノコしか出ねえ。なんだこれ。キノコに愛されてる。キノコに愛されてんじゃない。うん、ま、困る。え、困る。困っちゃう。君はいつかキノコが出てほしいときに、今の発言によってキノコが出ない。呪いにかかった。呪い。よっしゃ、最後シムさん抜くぞ。ごまい、ショートカット。よし、抜いた。8。よかった。最下位じゃない。ダメだ。下位独占だ、これ。やばい。待ってんな、アイクさんとの。え、まだ7点しか取れてないんだけど、27点も取ってるの。すごいな。取ってますよ。こんなに下がってた。すごいな。9点が3人。なんかの、下位と上位でなんかすごい。差が激しい。ありますよね。確かに。あれ、これで終わりか。次最後1回ですね。次ファイナル。ファイナル。もう一回クッパキャッスル。もう一回クッパキャッスル。でも多分今のこのバイクの使いづらさから言うと、どこにあるの。クッパキャッスルはクッパのグランプリやると。あ、そっか、一人モードちょっと進めないとダメなんだ。ああ、そうなんだ。アンロックじゃダメなんだですね。何、クッパキャッスル見つからない。あった、はい。お、すげえ、9分の4。さあどうだ、これは来るんじゃないか。来ない。ねえ、滑るやつ。何ですかこれ。何ですか。何ですか。ライトセーバーとかアイテムで出ないのかな。サイキック能じゃないですか。ブンブンブンって真っ二つですよ。どんどん切っていく感じで。やる気満々だ。いて、うん、使ったところどこ見た。
判定がすごいでかいさ。でかいっすよねあれ。危ねえ兵法。危ねえ兵法。危ねえ兵法。こっちの兵法じゃねえ。自分編は兵法じゃないか。ドリフトはオレンジまで貯めた方がいいのかな。貯まったらすぐ出しちゃった方がいいのかな。どうなんだ。ちょっと使うの早い。うわ、一気にみんなに流れた。最初は。はい、クミさんにアキラだった。アキラに当てる。うわあ！もう赤コーラが止まんねえ。クラクション来た。あいつまた赤コーラ。コーラ殺すだろうかほんまに。はい。はい、痛い。あざす。あざすじゃない。そう簡単に抜けると思うなよ。ああ下に落っこってっちゃった。ソラさんと一緒に行っちゃったお前だ。この軽量級不正が下がないわ。みんなそんなに直線も遅いな。ちょマジなんでトリプルアクセルとかすんの。下落ちたし。お前おっしゃ2位だ。何も投げないで。投げたら怒るよ。難しいよ。変なとこから現れた。バイク難しいよ。下から出た。危ない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 。めっちゃバナナ。よし当たった。あいつバナナ。バナナ飛んだ。そう。いやこれでも暗い。やだやだやだ。うわマジか。お金が。よしちょっとショートカットしてみんなについた。うわこの一軍抜けたら多分あれだな。一気に順位上がるな。お一位見えた。欲張りセットうわえ、マジゲストで兵法見えねえんだけど。もうゲストだわ。爪が辛い。さあ、というわけでね。そういうわけで。そう、というわけで、ね。うわ、防がれた。やった近畿の来た近畿の来たマジでマジでもうクミさんには絶対に負けない。腕が兵法吹っ飛ばしていったあいつさん。やオートバグだ。全然クミさん抜けないんだけど、なんでそんなクミさん早いの。あ、ゲームの音が消えた。んよいしょ。音バグ音バグ音バグ音が、音バグ音が消えてもうおとなしいと。あ、キラちょっとおとなしくしててうまいですね。ちょっとしょんぼりしちゃった。いやあ、クミさんを抜きたい。ちょっとクミさん待って。B、クミさん B 押して B。一回 B、一回 B。クミさん一回 B。一回 B。四位。よし、頑張った方かなこの苦手ステージで。なんとか6位か。難しいバイクだ。また最下位だ。すごいなあ。B さん。本当だ、鳥ちゃんすごい。いやでもまあ30点台超えたら強者だね。うん、すごいですね。めっちゃ早いっすよ。言うて。にひろさんめっちゃ早いですよって1位の番組言ったら夢にしか聞こえないじゃないですか。マジで最後早かった。嫌味。まあ1位だけ嫌味。嫌味どり。嫌味どりですよ。嫌味どりってな。埼玉県に生息してる嫌味どりですよ。埼玉県にしかいないっすね。埼玉県にしかいない。あら、そうなんだ。そう、体重180センチ。186です。186センチ。あれ誰が1位だった今。鳥ちゃんおめでとう。よきさんだよ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットでご覧の方はまず動画のタイトルをクリック。動画説明文を下にスクロールしてリンクをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たい場合は再生リストをタップすると見れます。パソコンからご視聴の方は画面のボタンをクリックするとチャンネル登録ができますのでよろしくお願いします。赤髪の友が料理や釣りにチャレンジするチャンネルも作りました。こちらもぜひ登録してください。またのご視聴をお待ちしております。バイバイ。